眼科医の平松です。今日は緑内障でも視力視野が回復する方法についてお話ししようと思います。緑内障になって例えば視力が悪くなってしまったり視野が悪くなってしまうと、もうこれってどうしようもないって思われがちですけれども、もちろんね、緑内障自体を治すっていうのは今現在難しいわけですけど、その他の方法で治すことっていうのはできるんですね。なので最後までお話を聞いていただければと思います。じゃあ、主に二つね、今日紹介したいのがあるんですけど、一つ目、まあ、これはね、皆さんもわかると思うんですけど、白内障手術になります。白内障っていうのは何なのかっていうと、目の玉ですね。こうやって目の模型があって、目の中にある水晶体というレンズが白くなる。そうすることによって、前から入ってくる光が、減衰、弱くなってしまって目の奥に行く。だからこそ、全体がぼやっと見えてしまう。それによって、視力が低下してくるんですね。なので、白内障の手術をすると、綺麗にレンズがなるわけなので、視力が、回復してくるっていうふうに言われます。現実そうですね。はたまた、視野は悪くなったの戻らないだろうって思うかもしれないですけど、実際に欠けた視野が戻るってことはないんですけども、視野って、皆さんの検査してるときって、欠けてるか見えてるかって思われてるかもしれないですけど、そうじゃなくて、見えてる中でも、ちょっと見づらくなってるところと、そうでもないところみたいに、ある程度こう、差があるんですよね。で、白内障になってしまうと、簡単に言って見えている視野の鮮明度も落ちてきてるわけですよ。なので視野検査上の数値 MD 値というのも白内障によって落ちてくるという部分があるわけなんですね。となると白内障の手術をしてそれをクリア、綺麗にしてあげることによって MD 値、数値が回復してくるということがあるわけです。なので白内障手術した後の緑内障患者さんが、なんか緑内障数値良くなりましたねって言って、あ、なんか視野戻ったのかなみたいなに思われる方いるんだけど、いや、戻ってはないんだけども、明るくなって見やすくなったんで、いいんじゃないですか、みたいな表現をよくするわけなんですけども、そんな感じで、白内障手術をする、1個目ですね。視力も回復して、視野、見える範囲がある程度こう、見えてないところが見えるっていうよりは、見づらくなってるところは見やすくなるというね、そういう回復があります。2つ目。眼瞼下垂。これがね、意外と盲点なんですね。眼瞼下垂っていうのは、まぶたが下がってくることを言います。で、眼瞼下垂にもいろいろレベルがあって、例えば、まぶたが下がってるけど、見た目は気になるけれども、別に、視野、見える範囲に問題ない人。これは、あまり眼科的な治療の対象にならないんですね。この場合は、美容外科とか、そっち系の治療、形成外科とかになります。眼科的に言うと、まぶたが下がってくることで見づらくなってくる。こうなってくると、眼科の眼瞼下垂の手術になってくるわけですね。だから、美容外科、美容の眼瞼下垂、まぶたの下がりの手術と、見やすくするまぶたの下がりの手術っていうのはあるんですよ。やることは基本一緒なんですけど、美容外科でやる場合はもう完全な自費になりますね。いわゆるこう眼科でやる場合は、眼科的に必要な治療なので、保険診療になるっていう感じですね。で、どんなことするかっていうと、下がってきたまぶたを上げるっていうことになります。じゃあ、どのぐらい下がってくると視野に影響が出てくるかっていうと、一番は、この黒目。黒目にかかってくるかどうかっていうのがポイントです。黒目にかかってくると、もう結構見づらいです。上側が見づらい。で、さらに上3分の1までかかってくると、もうさすがに手術とかも考えた方がいいんじゃないですかって。3分の1かかってきても、実は視力は 1.0 見えるんです。なんでかっていうと、真ん中が空いていれば、入ってきた光は普通に見えるじゃないですか。だから、ここまではカットしてるけど、こっから下はカットしてないわけなので、だから視野で言うと、きっちりと見えるわけなんですよ。視野というか視力で言うとね。だから視力は全然悪くならない。でも視野は悪くなる。いやでも私検査するとき、まぶたを上げて視野検査するから、それは回復しないんじゃないのっていうと、それはその通りなんですね。もしあなたが視野検査のときまぶたをテープとかで上げて検査をするような方、する方とそうじゃない方がいらっしゃるし、その施設によってこうやり方が違うんですけど、まぶたを上げてる場合は、その視野自体は回復しないです。つまり、まぶたを上げた状態で見える視野が回復するんじゃなくて、普段あなたが使ってる視野が見えるようになるんですよ。それでいいと思いません？つまり、
検査上の視野が回復するかしないかなんてあんまり重要じゃないじゃないですか。それよりもあなたが実生活で見えてる視野が見やすくなれば、別に検査上は変わってないけど見やすくなりました、いいですよね。なので眼瞼下垂まぶたの手術っていうのは、まあ、比較的やるのはあることです。特にあなたがプロストグランジン系って言って、まあ、ルミガンとかタプロスとか、キサラタンとかね、トラバタンズとか、またその合剤系とかね、まあ、そういうのを使われている場合はまぶたって下がりやすいんですよ。なので、まあ、余計まぶたを上げてあげるとまあ見やすいっていう風に言ってくださる。特にうちは、まあ、緑内障でまぶたが下がっている方が多いんですね。なのでまぶたはまぶたで上げる手術をする方がいます。ただまぶたを上げる手術の場合はちょっと注意点も必要になってきます。それは何かっていうと、ですね、緑内障手術、特にトラベクレクトミーという眼圧をしっかり下げる手術をしている場合、目の上側にこう水たまりみたいのを作ってるんですね。まぶたの手術をするとき、そこを触っちゃうことがあるので、そこら辺は慣れたまぶたを上げる先生にやってもらった方がいいと思います。まあ緑内障のまぶたを上げるのを、まあ、比較的やってるところとか、まあ、そういうのあると思いますので、まあうちの場合はもう僕はまぶたの手術してなくて、もうまぶたの専門の先生がうちにいて、緑内障の患者さんのまぶた上げお願いしますみたいな感じでお願いして、じゃあやりましょうかみたいにやってるのが、まあ、日常ですって感じですね。で、実際どうなのっていうと、やっぱり患者さんはあ、だいぶ見やすくなりましたみたいにおっしゃってくれる方が多いので、まあ、そこはいいかなと思います。もちろん手術なんで、さっきの白内障だったり眼瞼下垂まぶたの下がりの手術、どちらもリスク、危険性っていうのはそれぞれありますので、まあ、それはね、ちゃんと理解した上での治療にはなると思います。じゃあ、一般的なね、リスクとかについては、白内障の動画や眼瞼下垂とかね、まあその動画とか、まあそういうのを見ていただければと思うんですが、今回、緑内障特有のね、リスクっていうのもちょっとお話しとこうと思います。一つ目、白内障手術を緑内障にする人の、リスク。メリットもあるんですよ。白内障手術するだけでも眼圧、目の硬さがね、眼科の診察時空気ブシュッと出るね、あの圧力が下がってくれる可能性がある。全員じゃないんですけど。っていうのが1点目。これメリットですね。デメリットとしては、手術後には白内障手術ってどうしてもわずかな炎症っていうのが出てしまうんですよ。全くゼロっていうことはできません。なぜかというと、切れば腫れたりするのって普通じゃないですか。そしてそれって普通はね、腫れて数日で引いたりしますよね。お腹切ったり足切ったり手切ったりしてもそうだと思うんですけど、目のね、白内障手術後ってね、じわじわ炎症が残ることが多いんですね。なんでかっていうと、白内障の手術って目の玉の中にある水晶体っていうレンズを吸い出す手術なんですけど、吸い出すとは言っても塊そのままごそっと取るよりはこう砕いて吸うって感じなんですよ。なので必ず細胞レベルでは、白内障細胞が残るんですね。残った白内障細胞をどうにか倒そうとして、やっぱ体が炎症を起こしたりとか、まあ、そういうことが起きてしまうので、じわじわっとちょっと炎症が起きてしまうよっていうことが、まあ、ちょっとリスクとしてあります。だからそれが、まあ、逆に炎症で眼圧上がったりだとか、炎症止めの目薬しばらく使わなきゃいけなかったりだとか、まあそういうリスクっていうのはあるんですね。まあそれは普通の人だってあるわけですけど、まあ、緑内障の人はことさらそこは気にしなければいけないかなと思います。また、白内障手術するときも、緑内障の、治療に慣れているところで、まあ、お受けになると一番いいです。なぜかというと、白内障の手術だけのことを考えてしまうと、こういう術式もありだよねっていうのはいろいろあるんですよ。やり方が、手術のやり方が。なんだけど、緑内障が持ってる方の場合は、その、今後緑内障が悪くなったときのために、こういうやり方があるよとかっていうのは、いくつかちょっと細かい注意点があるんですね。まあ、例えばさっき言ったように、炎症が出ないように、なるべく細胞を取ってあげるであるとか、まあ、傷口を作るときに、まあ、白目、胸膜っていうところから手術するよりは、角膜っていうところから、まあ、手術した方がいいよとか、まあ、そうすると、まあ、後々手術になったときいいわけなんですよ。トラベクレクトミーとかね、いろいろ起きたとき。まあ、もちろんね、慣れた白内障手術者だったらそこも注意してくれますし、緑内障に精通している、まあ、白内障手術する先生だと、まあ、そこら辺やってくれると思うので、まあ、そこは主治医とよく相談して白内障手術はOKになった方がいいと思います。
で、まぶたの方で言うと、さっきも言ったように、ブレブ、まあ、緑内障の手術後の場合は、とりわけ注意が必要となります。また、やった後も、緑内障の目薬は、続けなければやっぱいけないことが多いので、また下がってきたりだとか、まあ、することもあります。もう一点が、どうしてもね、まぶたが下がるってだけじゃなくて、プロスタグランジン系キサラダンとかね、ああいうお薬って、まぶたがちょっと硬くなりやすいんですよ。なので、まあ、そこら辺は、まぶたの手術に慣れた先生だったらわかると思うので、まあ、そこを注意して、まあ、ちょっと治療をしていただけるといいかなって思います。今日のお話まとめると、白内障。眼瞼下垂、まぶたの下がりによって見づらくなっている視力だったり、白内障の場合はね、視野がある程度改善します。ただ、まあ、いわゆるこう、緑内障の検査的な視野が改善するわけじゃないけれども、日常生活の見やすさ、見づらさを解消できるので、ちょっとそういうのは検討に値すると思ってください。で、まぶたが下がってるとき、手術するかしないかの指標がわかりやすいのは、自分でまぶたをこうやって上げてみてください。こうやって上げてみて、あんま変わんないなって場合は、特に片目ずつね、片目ずつ上げてみる。片目ずつ上げてみる。僕変わんないんですよ。あんま変わんないなって場合は、これあんまりやるメリットないと思いますね。見やすくなったって人は、ちょっと手術するメリットがあると思います。まあ、白内障の場合はいろいろ基準があるけど、よく言う一つの基準では、視力が 0.7 切ってきたら、ちょっと考えるのも一つかなとは言われてますね。そこは主治医と相談が必要ですけど。こんな感じでいろいろね、皆さんができること、ちょっとでも良くしていくことっていうのもアップしてきますんで、見ていただければと思います。ぜひ、今後も動画を見ていただくためにも、チャンネル登録やベルマークも押していただければと思います。よろしくお願いします。